グリーンピースのオールナイトグリッポンはい。第2回、始まりました。グリーンピースのオールナイトグリッポンということで。まあ、ご好評につき、ご好評なんでしょうか。<laughs> まあでもね、なんか、いいよ、みたいな声はね、ちょいちょいね、知り合いの方から聞いて、あのー、知り合いの方の方、ね、の方が聞いてますので、えー、調子に乗って、第2回もね、やっていきたいと思います。 あのですね、ちょっと変更点がございまして、第2回からですね、えー、放送の尺が45分になりました。えー、前回が、前回がまあ、あまり尺考えずになんか適当に喋るベラベラしゃべらべら喋ってて、ね、知らん間に1時間半になってて、あ、友達ん家に行く約束してたんだったって感じでやめてたんで、ちょっと割と適当だったんですけどね、えっと、今回からですね、えー、1時間半はね、ちょっと、これは長いんじゃねえかということでね、撮影時間もすごいかかっちゃいますので、えー、45分でね、えー、番組を、 作っていこうかな、というふうに思っております。はい。というわけで、まあ、番組のね、これからの説明はこんくらいにしておいて、もうこれで1分間経っちゃいましたからね、あと44分しかないです。ちょっと急いでね、いっぱいいろいろ話していきましょう。えー、っとですね。こん、とりあえずなんか最近あったこと、またいつもどり話します最近あったこと。あ,あれですね、柿小屋に行きました。人生初の柿小屋に行きました。あのー、ですね、 柿小屋ってね、俺今までね、結構ね、行くチャンスあったのよ。俺柿すごい好きだし、俺貝の中で柿が一番好きなダね。断突で好きなの、柿が。で、その、柿好きだから結構家族っていうかね、親戚とかから一緒行こうか、みたいな話聞いとったんやけど、その、毎回ね、ここで行こうかっていうところでね、すっごいね、予定が入ってて、行けなかったんだよね。まあもう、本当にちょうど俺に柿を食べさせたくない神様がいるのかっていうくらい行けなかったの。でもね、今回ね、予約、 あの、大学のね、あれとかの予定の兼ね合いもあって、ようやく終わっ、あの、行けるようになって、えー、行ってきました。柿小屋に。いや、俺、あのね、4人で行ったんだけど、友達とね。4人、俺、俺合わせて、4人中、俺もなんだけど、3人柿小屋同貞うち1人柿同貞だったの、そもそも。あんまり回線系が得意じゃないやつで。で1人ね、柿プロがいたんで、あ、さ、柿ってさ、わかる 焼いてさ、ちょっと隙間が空いてさ、そこからさ、あのー、棒さねじ込んでさ、ビキッて開けるじゃん。でもさ、あれさ、なんか、物によっては綺麗開くやつもあるけどさ、開かないやつもあるじゃん。なんていうか、ちょっと隙間ができるだけで、貼り付きがさ、結構きつくてさ、うん、開かないよーってなるやつ結構あるから。それにね、結構、ぶち当たると、初心者の俺たちは開けることができなくって、全部柿プロに開けてもらってました。ほんとプロでした。 カキは女の子のように扱わなきゃいけないって言った。かちょっと下ネタに聞こえないこともないけど、まあそういうことらしいです。でね、あのー、あさ、初めて言ったからあんまり知らなかったもあるんだけどさ、やばいね、カキって爆発するね、パー,パーンパーンパーンってわかる焼いてるときにすっごい水が弾けるのかわからがこう弾けてるのかわかんないけどさ、すっごい爆発音するじゃん。でもさ、周りのさ、 書き小屋でさ、まあ、他にもお客さんいるんだけどさ、もうみんな慣れてるからさ、あれなんだよ、もう慣れた顔してもうこうすんスンみたいな、んどうしたのみたいな感じで言われてんだけどさ、俺たちさ、4人中3人素人だからさ、パーンって言うたらにさっ、っていう風な感じのリアクション取ってた、毎度毎度。毎回毎回、あの、戦慄迷宮で、あの、驚かされた時くらいの勢いで驚いてさ。ちなみに俺は、グリーンピースはホラーゲームとか、あの、ホラー系が本当に苦手なんで、 あの、お化け屋敷普段入れないです。戦慄名誉とか入ってことないです。だからちょっと前に、東海オンエアの動画で出てたんで、あ、こんな感じなんだ。まあ、戦慄名誉はもちろんしてるよ。有名ですからね。ま、あでもまあ、あ僕はホラー無理なんです。だからホラーゲームの時給が上がらないです。やりたいんですけどね。隣にあの、誰か一人、あの、付き添いの方がいてもらわないとホラーゲームできないんで。あの、良ければ僕のね、ご友人の方でね、あの、グリーピースチャンネルのホラーゲーム時期に協力してもよろしいという方はね、えー、僕のね、 が、コラーゲームをね、実況している横で、バイオハザードとかなんかをね、実況している横でずっとこうやって手を繋いでね、いていただけるとね、すごい助かります。とまあね、ステマ、ステマじゃねえな、マーケティングはね、これにしといて。で、カキってね、でね、味について何も話したかったね。カキは、カキね、うまかった。やっぱりカキはうまい。まあちょっとね、あの、まだ若干大学もあるから、生カキは食べなかったんだけど、さすがにちょっと当たるとこもあるから。で、あのー、 あれですねそんなんだっけ普通だから焼きガキとか。ま牡蠣ぐらいもちょっと食べて、あと釜飯だかに、ね、いろいろ。まあ、他の海鮮も食べました。ホタテだか、えー、エビ。まあ、と、車、ちょっといいやつで車エビとかも食べたりとか。で、あと、何があったかなあ、ヒオウギガイ。ヒオウギガイって知ってるかなすごい綺麗なね。あの、黄色とか赤とか青とかのね、すごい綺麗なね色をした貝殻のね。まあ、ホタテみたいなもんです。見た目はほとんど。あの、人魚が。 おっぱいでブラジャーにの代わりにつけてるようなやつがヒオギガイです。で、<laughs> まあ、たぶあれモデルヒオギガイだろうけど。ヒオギガイはね、その、俺前食べたことあるんだけどね、結構ね、すごい味が濃ゆいんだよね。あの、なんか、めちゃめちゃ食べ応えがある回だよね。ヒオギガイは。大分のね、道の駅とかね、来たらね、結構売ってあるよ。あの、海の方の道の駅と行くと結構売ってある。うまいです。ぜひ食べる機会あったらね、皆さん食べてみてください。ちょっと味濃いからね、苦手にと苦手かもしんないけど。まあ、美味しいっすよ。 あとね、何食べたかな牡蠣だろホタテだろエビだろヒヨギガイムだろあ、サザエ、サザエ。俺サザエがね、実はね、牡蠣よりね、サザエの方が実はうまかった説あるんだよね。サザエうまかったなぁ。つぼ焼きにしてね。もうちょい食べればよかった、サザエ。だからあんまり食べなかったんだよね。あとさ、こんなさ、海鮮ばっか食ってるわけじゃん。海鮮ばっか食ってるところで、途中で一回焼いて食ったソーセージが死ぬほどうまかった、マジで。一番あれがうまいんじゃねえかってくれうまかった。あのー 魚介じゃない味もう肉の味がたまらんかったね。かー、これが油かー、みたいな。海鮮ってそんな油っ気ないじゃん。いやでもなんかもう油を感じて、あー、つなつな。マリッシュやれるからよっぽどあっちゃうの方がいいわ。YouTube でマリッシセーフなのかなワードとして。まあ、セーフという、セーフだと思っときましょう。 地上波だかだとね、ピーン入っちゃうような感じがするから。もう大丈夫でしょうか。まあ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 、まあ、大丈夫でしょう。まあ、柿小屋はそんくらいですかね。柿小屋のお話は。まあ、あと昨日。本当に昨日のお話で言うと、パチンコですごい負けたっていう話ね。あの、これはね、昨日俺が上げた動画見てもらえばわかると思うんだけど、タルコフの動画を見てもらえればね、2分半くらいなので、あの、短いんでぜひ見ていただきたいんですけど。 の動画見てもらったら分かる通りね。えー、ユニコーン、えピー、P、フィーバー、機動戦士ガンダムユニコーンとですね、えー、ガロゲえー、ガロ月光の旅人に見事にね、座れまして。えー、悲しかったです。しかも昨日の夜その後タルコフやってたらね、あの300万円からい失ってしまいましたんで、300万ルーブル。あの昨日はね、本当にお金がない日でした。お金を失う日だったね、昨日は。そういう振り分けだった多分。昨日のパチンコはひどかったぞ俺一人で行ったんだけどさ、昨日。 もうね、両隣がね、めちゃめちゃ当たってるの。両隣のおじちゃんが。もう知らないおじちゃんだよ。両隣のおじちゃんがめちゃめちゃ当たってる中、俺もう、くっそ熱いリーチ、バが外しまくってて。たまらんかった。あの、マジで4時間半くらいずーっと撃ってたんだけど、もうもう,もうね、2時間くらい経ったあたりからね、もう白目向いてたね。白目向いて撃ってて。あああー、みたいな。なんかわかるあの、受験したことある人わかると思うけど、大学受験。 大学受験の会場ってさ、センター、かセンター試験会場、センター試験会場ってさ、あったかくするためにさ、もうずっと暖房入っててさ、換気全然されないじゃん、寒くしないように。だからさ、午後のさ、会場ってもう、もう、あ、めちゃめちゃもう、なんて言うんだろう、もわって感じで暑い上に、換気しないから二酸化炭素濃度爆、爆上がりしてて、もうくっそ頭回らんのね、マジで。あのー、 理系の人だったらね、俺に共感する人いるかなと思うんだけど、センター受けた人でね、センターとか共通テストとか。まあ、共通一時のちょっとおじさんおばさんは置いといて。あの、午後一番最後か、あのね、二日目の最後はね、科学とか物理なんだよ。午後なんだけど。もうあの時間地獄じゃん。めっちゃもう頭回らんのね。あんな感じ。で、昨日パチンコってった。<laughs> パチ屋もさ、空調クソ効いてるからさ、もう夏行くとクソ寒いのね、ワンダーランド。 もう、えぐ寒いのよ。ワンダーランド。ンあ、これ、言わん方がいいかもしれない。おいい点です。<laughs> まあ、別にいいだろ。で、それで <laughs>。もうね、やばいの。ほんとに。あ、ここ、あの、え、ここ科学館の、あれ北極体験ゾーンですかくらいの寒さなので。夏は。冬行くとセンター試験会場。あったかさが。マジでね、暑くって。 もう頭まん、頭まんないし、もうずーっとリーチすらかかんないからもう、ー<お>みたいな感じずっと言ってた。もう頭がおかしくなりそうでした、昨日は。もうなんか、いや、当たんなくて。いや、マジで、ガチで大パンしそうになったもん。なんか、めっちゃ熱いリーチがあるのよ、ユニコーンの中の覚醒ってやつがあるんだけど、昨日動画でも話した。あれでね、7割以上はあんのよ、当選確率。あれ、2回外したんだよ もうね、気が気じゃなかった。っ、てもうね、もう、右手でディスプレイチくあの、大、バーンってやりかけたけど、周りにいっぱい人がいたから、抑えた。普段さ、ゲームするときにさ、ゴリゴリ大パンしてるせいでさ、もう大パンが癖になっちまってんだイラつくと。手出るからね、俺。マジで。俺、暴力的だからね、普通に。俺に文句言ってる、あれだからな、アンチしたやつ全員マジで、あれだよ。あのね、あの、オロチドッポのよ、あの、アーダコーダの構えでぶっ飛ばすからな。 このオロチドッポの下り、確か、先週のあれでもやった気がするわ。先週の、先週じゃない、前回のグリッポンでもやった気がする。<laughs> オロチドッポンのなんとかの構えつたんだよ。あれでぶっ飛ばします。ま、パチンコの話は今回しときましょう。パチンコはわかんない人わかんないですからね。意味わかんねえってなって終わりですからね。<laughs> やってない人からするとね、まじ意味わからんってなっちゃうんで。 じゃあ、どうします、ね、まあ今回もね、お便りのね、コーナーがありますので、お便りのコーナーにね、じゃあ、早速行きましょうか。ちょっと45分なんでね、撮影時間が。あの、ちょっといまいち、配分が分かったんですよ、まだ。第2回なんで。ちょっとそこら辺ごお許しください。えー、それではお便りのコーナー行きましょう。えー、大阪府20代学生、えー、ラジオネームガラパゴスさんからのお便りです。先週も来てましたね、この方。ヘビーリスナーですね、うちの。えー、知ってる人でコロナにかかったっていう人はいますかというご質問ですが。 いないね。俺の周りでは。俺の周りではいない。ただ、うちの大学の同じ学部の中では出たらしい。同じ学年で。<laughs> まあまあ、あと教室とか学科で分かれてるからさ、わかんないけど。あの、出たらしいです。いや、まあ、でも、まあ実際出たから俺休校になったんだけど、学校一回。いやー、だから、なんていうかな。 もう実は身の回りでは知らんね。あと、バイト先の人ではなんかかかったっていう人はいるけど、その人と、俺そ、そこまで、ま、週2、3くらいしか出てないから、バイト。だからちょ、からその人とあんまり被ることもないから、ま、そんなに、親しいわけでもないし <laughs>。ま、顔知ってるくらいかな、あの人だからさ <laughs>。ま、別に、あれなんだけど。別にあれなんだけどって終わってたね、今、5位が。語位力が死んでました。<laughs> で、 だから俺の周りでコロナにかかった人いないかな。まあでもなんかマンボウとか大変だよね。マンボウじゃねえごめんごめん。あの、なんだっけ。濃厚接触の話。ちょっと昨のかまいたちチューブ見てたんだけどさ。濱家が10日間、濃厚接触者でその、自宅待機になったってことで、その、か家からも出れないからさ、自宅待機状態だと。全くそう外出もできないから。で、10日間ってやばいよね。めちゃめちゃ長くない で、まあ今さ、それこそ、ね、国会で決まって7日間に縮まったけどさ、まあ7日間でも長いよな。1週間まるまるさ、ずっと家にいなきゃいけないんだよ。<お>本当に、ね、いやまあ俺も身の回りで出てないのは幸運だなと思いながら、あもう本当に、ね、コロナって、ね、早く終わってくれないかなと願うばかりですよ。本当。コロナね、こんなに長引くとは思わんかったね。 配信でよく話すけど、だってもう何年になりますもう2年くらいだよね、ちょうどコロナが入り出してから。2年、2年間こんななると思わんかったよね。なんかさ、ほら、コロナの前にさ、中国とかからさ、あっちの方でさ、流行った感染症で言ったらさ、やっぱ SARS があったじゃん、SARS。SARS も流行ったけどさ、こんな長くなかったじゃん、まあ、そもそも世界的に流行ったとは言っても、感染者数がもう母数が全然違うし、コロナとは。もうコロナえげつないじゃん、量が、マジで。 もうコロナはもう正直ほとんどパンデミック状態だからさ、これ。もう、ひどい時とか。本当に、びっくりですね。入り始めた時、こんなことになんか武漢があだこうだとか言ってた時にさ、こんな風になるとは全く思ってなかったからね。未来はわからないってことですな。なんかい、e、い風に締めたな。うまかったかもしれない。どうも。ラジオ、なんだっけ。こういう風なラジオをする人のこと、なんて言うんだっけ。ラジオ MC か。 MC の才能の塊です。どうも。空気階段あの、水川塊じゃねえぞ。最近空気階段俺ハマってんだ <laughs>。まあ俺、クズパチ見てるしね。あの、空気階段の鈴木モグラさんとあの、ソロ、あのね、昔コンビ組んでたけど、今あの、あのピン芸人の岡野洋一さんっていうね、二人のね、クズ芸人の方が、借金二人合わせて1700万くらいあるね、クズ芸人のね、方がやってる、 えー、お庭チャンネルかなお庭チャンネルっこでやってるね。パチンコのね、チャンネルがあります。あの、パチンコのクズパチって番組があるんですよ。あれね、パチンコで、ね、知らなくてもね、クズパチはね、面白いんでね、ぜひ見てください。パチンコよくわかんないなって人でもすごい面白い。おじさん二人が楽しく発狂しながらパチンコやってる、すごく面白い番組ですよね。あの、ぜひ、あの、ご覧ください。俺が唯一ちゃんと見てるパチンコ番組です。 えー、じゃあ次のお便り行きましょうか。えー、大阪府20代学生、カサバルティッシュさんからのお便りです。大阪府20代学生だらけですね。すごいね。大阪で俺、局地的人気誇ってるね。お家の回線が悪いとの話ですが、どれぐらいやばかったんですかはい。やばいよ。もうこれね、もう俺、俺もうこの回線の話題になるともう真顔になっちゃうくらいやばい。ちなみに。まあ、まず配信は全くできない。 で、配信始めると、なんか YouTube のね、YouTube Studio っていうその、アナリティクスが見れる方の、それの配信バージョンがあるんだけど、その、今の配信の状況とかコメントとかバーって見れるようなね、その、ページがあるね、ホームページっていうかあれがあるんだけど、ネットの。そこがね、もうずっとね、配信にバッファーがかかってますって出てんの。だからラグがありますって,言って。で、もずーっと各駅停車で止まりまくるってくらい配信はできない。で、 あのね、今はね、もうだいぶマシになったんだけどね、タルコフって、まあ、てか、オンラインゲームがもう全くできない状況だったの、簡単に言うと。オンラインゲーム全くできないし、YouTube 見るのも死ぬほど重いし、あとね、てか、それプラス、めちゃめちゃ重いプラス、なんかね、定期的にね、全くネットが使えなくなるの。ブザーンってネットが切れちゃう。ネットに、ネットに、その Wi-Fi の、あれでアンテナは立ってんだけど、その、 ネット自体が死んでるから、だから家のルーターとは繋がってるけど、ルーターがもうネットに繋がってないみたいな状況になってて。やばかったね。一週間ぐらい前にだいぶマシになったんだけど、ちょっと、配信はちょっとまだやって、あのー、ね、非公開でテストしてみたけど、やっぱ無理だったんだけど、ここら辺の、まあゲームとかはできたから、ね、動画撮ったりとかはね、できますから。 でも普段ね、YouTube 使う分にはね、大丈夫になったから、まあ、多少マシなのかなと思うけど、まあね、やっぱ配信できないって個人的に結構痛くって。だからこのね、オールナイトグリッポンとかね、本当は配信とかでやりたいとこはあるし、まあ、こんな風に、ね、今お便りとかいう感じでやってますけど、<laughs> ほんだったらね、コメント拾ってから話したりとかもしたいわけだから。だからね、なんていうか、結構その、今ね、いろいろ考えてて、あの、 配信だけ別の PC でか、やって、その別の PC をまた別の Wi-Fi、だからモバイル Wi-Fi を、うん、UQ モバイルとかいろいろあるじゃないですか。まあソフトバンクエアとか、まああんまりあれは主評判良くないけどさ。まあ、かいろいろのモバイル Wi-Fi がありますんで、あっちの方に、を一個契約して、ちょっと家工事、アパートですか工事するってなると、ちょっといろいろ大家さんの相談とか金余るか大変だからさ。まあも工事不要のモバイル Wi-Fi をその配信だけ専用に買っておいて、あの、契約しておいて、 えー、別の PC から配信するっていう形で、ね、ちょっと今いろいろ検討中です。あの、配信が好きな方はね、申し訳ないです。本当にちょっと、今ちょっと物理的に不可能な状況ですので、でそこはね、ちょっともうしばらくね、えー、お待ちいただけたらなと思います。動画もね、えー、ちょっと、一週間ほどちょっと、僕自身が忙しかったっていうのが、編集者さんの方も結構忙しかったので、いろいろ動画上げれなかったんですけど、今日、まあ、昨日、今日あたりからですね、ちょいちょい上げて、切り抜きとかもね、上げていったりとか、 まあ普通に作った動画とかも上げていくつもりですので。まあ、ちょっとお待ちください。で回線が悪い話はに、ね、全然違う話になっちゃったね。<laughs> 回線ね、あ、な、ちょ、やばく、あ、今さ、大学の課題って結構オンライン提出じゃないですか。あの、オンライン提出なんだけどさ、Wi-Fi がし先月末なんだけど、1月末に、の夜の12時までに出さなきゃいけない課題で、 あのね、なんかね、俺なんか知らんけど、4G あるじゃんその iPhone とかの、携帯のモバイル通信。あるじゃんその月々何ギガまでみたいな。あれを使い切ってた臭く,くってどう思うなんでか知らんよ。俺使い切るようなこと絶対しないのに、その 4G 回線が死ぬほど重くなってて、それで課題出せませんと。で、家の Wi-Fi も死んでて、やばいこれ課題出せねえってなって、マジで。 その定期的にさ、Wi-Fi が完全に切れるって言ったじゃん。あれが起きちゃって。やべえ、課題出せねえとかなって。まあ、ギリギリ結局30分前とかには出せたんだけど、マジであれは危なかったね。本当に。<laughs> やめちくりーと思いながら。ら一番最後の課題だったからしかも、わざわざやったのに出せねえみたいな状況になってて。勘弁して欲しかったね。ちょっと本当にね、うちのね、回線だけは本当に何とかしていただきたい。大家さん、よろしくお願いいたします。 <laughs> えー、じゃあね、次のお題で行きましょう。えー、大阪府二0代学生、はい、えー。ラジオネームアホじゃない男。ラジオって聞いたりするんですか聞くならどんなジャンルをということで、来てますけど、うーんーとね、ラジオは、YouTube の俺泥棒切り抜きでしか見てない。<laughs> ちゃんと公式では聞いてないな。まあ長いっていうのもあるし、俺普段やっぱラジオやってる時間でゲームしたりとかね、するから、あんまり、ラジオはね、聞かないっすね。切り抜きとか動画見るのは好きだけど、その文字起こしとか結構あったりするじゃん。あれはね、聞いたりする。あれで聞くところで言ったら、誰の聞くかな。あの、オードリーのオールナイトニッポンかな。金曜かなんかのやつ。と、 をたまに聞くのと、あとバナナムーンゴールドもたまに聞く。あ、あとなんか声優さんのラジオとかの文字起こしとかね、あの自分の好きなアニメとかだったら聞いたりするし、あとね、何があるかな。ま、あでも声優さんはそこまでかな。あと自分の好きなミュージシャンの方だったりとか、あとそれこそね、受験期で言ったら俺キングヌーすごい好きなんで、キングヌーのあのね、井口悟さん、ボーカルのメガネのね、あの方の、 オールナイト日本ゼロっていうそのオールナイト日本が終わった後にまた2時間とかあるあの番組があるんだけどそこを1年間 MC 務められててそれはね聞いてた聞いてたってか YouTube でちょいちょい見てましたねなんか上がってたので一番聞いてるのは有吉博之のあのサンデーナイトドリーマーです でで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  小学生が考えたみたいな、あの、歌なんで、歌詞がね。<laughs> あれなかなかひどいねで聞いてみてください。サンドリはおもろいね。めちゃめちゃおもろいね、サンドリは。まあもうラジオ職人たちがいっぱいいるんですよ、あそこは。もうゲスナーって言うんだけど、通称。なんかね、めっちゃおもろいんよ。芸能人の悪口とかめっちゃ言うし、下ネタひどいし、で、マジでおもろい。自虐ネタとかね、その、ゲスナーもうみんなニート率クソ高いから。 ま、ニート率高いっていう設定でやってるんだけまあ、そこら辺のね、やつが面白いからね、ちょっとぜひ見てください。ラジオでさ、ラジオのネタパクって喋るのとかちょっとさ、それはズルだなと思うから内容は言わないですけど。あれおもろいんで聞いてみてください。一時期めっちゃ聞いてた、マジで。去年の11月とかめちゃめちゃ聞いてた。あれはおもろいっす。えー、あ、で、聞くならどんなジャンルを探しただっあジャンルはま、なんでもっすね。まあ、基本的に、まあ、芸人サイエンスが多いっす、基本的には。 はい。じゃあ次のお便り行きまーす。大阪府20代学生、ラジオネームいい人そうなバナナさんからのお便りです。お笑い芸人に好きなタイプはありますかまたそのタイプ傾向に影響を受けている不はありますかタイプ俺別にタイプはないかなまあ、いや、ないな。まあまあ好きな芸人とかはいるけど、 まあ、俺芸人すごい好きだから、ってか俺お笑いすごい好きなのね。俺めちゃめちゃお笑い好きなの。俺めちゃめちゃお笑い好きだから、なんか、あんまりないかな。なんか、誰が好きってのはあんまりないけど。うん。いや、まあ、もうお笑いなら何でも好きって感じかな。基本的にコントも好きだし、漫才も好きだし、みたいな感じ。でそのタイプ、傾向に影響を受けている節はありますかない。全く受けてない。 なんか YouTube と、なんかね、こんなね、登録者数110人ごときの、あの、あ、109人のあの、突破しました、ね、実は。110人、これ一応自己記録更新です。あの、110人のね、こんな YouTuber がさ、<laughs> YouTuber と言っていいのかすらわからんような、あのー、もんが、言うのもなんですけど、なんか、まあそもそも YouTube と芸人とかあれって、もうそもそもなんか立ってるあれが違うから、 なんか、影響を受けてもいいことがない、影響を受けてもいいことがないって言ったらあれだけど、なんていうか、なんか違う、参考にするところが違う。なんかもうなんか、やっていくベクトルが違うから、ちょっとなんか分かりづらい。ちょっとめちゃめちゃ説明だよね。なんか分かりづらいと思うけど。だから、別に芸人の人に関しては特になんか影響とかは受けている節はない。あ でもどうだろうなあ、ないかなないけど、俺がお笑いが好きだから、なんていうか、お笑い的な面白さを優先するっていう節はちょっとある。あの、ゲーム実況とか何にしてもね。喋る内容とかにしても、なんていうか、あの、あと見る、俺自身が見る YouTuber の人に関しても。なんていうかね、結構ゲーム実況とか見る人あるあるだけどさ、プロゲーマーの人の配信とか見たりするじゃん。あの、プロゲーマーとか、プロゲーミングチーム所属のなんとかさんってストリーマーとかめちゃ、あの、すごい上手い人。 エイペックスとかいっぱいいますけど、いろいろ上手い人。上手い人の配信とか結構見るじゃん、ゲーマーの人ってね。まあ、俺も結構、結構とか、ま、かなりゲームするから、このゲーム実況とかもしてるけど。<laughs> ま、だからさ、なんか e スポーツとかさ見てる人とかさ、特にその上手い人すごい好きじゃん。上手くてかっこいいプレイ好きじゃん。で、その配信見てるじゃん。あれが俺理解できんのよ。マジで。ゲームやってる人ってそういう人めちゃめちゃ多いじゃん。 めちゃめちゃ多いし、そういうの見たいっていう人多いじゃん。ただただゲームプレイしてるのを見るだけでいいっていう人結構多いじゃん。俺マジであれが意味わかんないのね。俺これ友達に言ったら、お前はゲーム実況見てる中ではそれは割と少数派の意見だから、それを元に YouTuber しない方がいいよって言われたんだけど。ちなみにうちの,あの編集者さんも俺と同じような考えを持ってるんで、マイノリティがあの二人いるんで、最初ちょっとね、方針ミスってたんですけど <laughs>、あのね。<laughs> なんか、俺別にゲームが下手くそでも、なんか面白ければいいんだよね。でも逆に言えばゲームが上手くても面白くねえ奴の配信俺死ぬほど見たくないんだよね。本当にね、なんかね、見れないんだよね。なんかどん、よどんなに上手くても面白くねえつの配信って俺見たくないんだよね。だから俺はもう第一にその人間、その人の配信者とかゲーム実況者の人の面白さを基本的には優先してみる。っていう風な俺の思考はある。趣味思考。だから、なんかね、 なんかね、ゲームをね、てかオンラインゲームとか FPS がやってるやつとか特に多いけど、なんてだろう、上手くてかっこいいプレイをね、めっちゃね、好きなんだよね。だからさ、かっこいいさ、キルモンタージュとかあるじゃん。なんかかっこいい音楽流して、その上手にプレイできたとこの画面を上手いことカットして編集してね。なんか5分くらいのムービーにするみたいなやつがあるんだけど、あれめっちゃ好きなのね、FPS 好きなやつらって。<laughs> マジで意味わかんないの、俺、あれが <laughs>。だってさ、 いや、だからなんか、サッカーとかのスーパープレイ集みたいなのを見てるのは多分同じような感覚なんだろうけど、俺マジでね、あれ聞械の興味ないんだよな,なんか面白い方がいいでしょって俺は思っちゃうから。だからちょっとね、俺の実況だからそっちに寄ってると思う。そっちに寄ってると思うから、ゲーム実況が好きな人からすると、ちょっと違うかなと思ってるかもしれない。 まあだからね、ちょっとね、そっちの要素もね、ちゃんとプレイもね、しっかり取り入れつつ最近はやっては言い,いはするけど。だからなんか、あるね。<laughs> あるね。あ、でもた、あ、さ、お笑い芸人の好きなタイプ傾向については、ちょっと一つ話あるわ。なんか、あれだわ。なんか、俺割と面白ければ何でもいい派閥の人間なのね。人を傷つける、人を傷つけないお笑いとかね、最近優しいね、お笑いが流行ってますけど。 ね、コンプライアンス的にも、ま、セーフのお笑いっていうのがね、すごい、今は、時代の風潮には、すごい沿ってはいるんだろうけど、俺、そういうのよりもね、ま、まあ、割っかしめちゃくちゃなデリカシーのないやつとかね、めちゃめちゃえぐい下,下ネタとかでも、なんか、別になんかそっちのお笑いを否定してるわけじゃなくて、だから面白ければ何でもいいから、下品だろうが、コンプラがな、コンプラめちゃくちゃだろうが、デリカシーがなかろうが、優しいお笑いだろうがなんだろうが面白ければいいのよ っていう風な考え方がある。俺は。俺、まあ、マジで面白ければ何でもいいと思ってる、基本的に。っていう風な、まあ、あれかなお笑いの傾向というか、タイプがあるかな俺の中に。あ、やばい。時間があと、11分くらいしかないです。ちょっとあと2通あるんで、それ読ませていただきたいと思います。 えー、大阪府20代学生、えー、ラジオネーム、ラジオリスナー、カツオさんから、え、お便りいただきました。最近寒いんです、えー、寒いですけど、えー、僕を温めるような話をしてください。あったかい話か。難しいこと言うなよ、お前。<laughs> こんな普段家に引きこもってさ、ゲームばっかやってるようなやつから、あったかい話出てくると思うか。昨日はよ、金もなくなって、懐はさ、寒いよ。懐が寒い話ならできるんだけどな。あったかい、温めるような話か。 うん、あったかい話ね。なんかいいお話あったかな。うーん。ないな。<laughs> おい、俺が、俺が惨めになるだけじゃねえかよ。やめろな、その質問。俺が惨めになる質問やめてくれな。あったかくなるようなお話最近寒いっつもちょっとあったかくなってきただろ、あと。<laughs> 季節的にもよ、もう2月にも入ったんし、まあ2月はまだ全然寒いけどさ。 え、十、十、ん年明けとかに比べたらだいぶ暖かくなってきたんじゃないので、なんかな,な ?YouTube、あ、ま、あの、ないです。ごめんなさい。ちょっともう無理。ごめん。ごめん。本当にごめん。本当にごめん。本当にごめん。これ、これはね、無理。あの、ないです。<laughs> すいません。あの、引退します。今日もう第2回でグリップ終わるかもしれないす。すいません。あの、ないです。ごめんなさい。懐が涼しい話。パチンコで負けました。これ以上です。 えー、それじゃあ最後のお便りに行きましょう。はい。えー、大阪府20代学生、ラジオリ、えー、ラジオリさんじゃない、ラジオネーム、マジでおかしいメンチカツさんから、えー、のお便りでございます。iPhone が、Android が、とか、えー、世の中不毛な議論がたくさんありますけど、何が一番不毛な議論ですかねあー、まああるね、いっぱいいろいろ。まあ iPhone が Android がとか、なんかいろいろガチャガチャ言ってるやつある、なんか。 ねえ、iPhone 勢のアンドロイドに対する、おい、お前ら金ねえから、おい、貧乏だからアンドロイドしか買えねえんだろう、と、それのアンドロイド、あの、アンドロイドユーザーの、あれな。いや、違うから、アンドロイドはこう、あのねな、資料いっぱい持ってくんだな、こう。<laughs> iPhone とアンドロイドの、なんか <laughs>。 スペック比較表みたいなの持ってきて。いや、i、i、アンドロイドはここが iPhone よりも優れていて、I, iPhone はこれがこうできないから結局アンドロイドなんか優れているんですよ。メガネ食い、みたいなやつな。あの、マジでくだらないやつ。俺はちなみに iPhone をずっと使い続けてる Apple 信者だから、あ、全然、あの、Apple 信者って言うけど iPhone と iPod touch しか使ってこないんだけど iPad とか持ってないし、全然 PC も Windows で Mac だから、あの、iPhone 信者じゃないんだけど、ま、あ基本的に iPhone 使ってますんで、あの、僕 iPhone 側に立たせていただきます。うるせえ貧乏人でも Android 使ってる。 おいアンドロイド使ってる貧乏人どもがや、お前 !iPhone 使ってるよあのな、あの、富裕層にガシャ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 行ってきてんじゃねえぞ、マジで。ぶっ飛ばされたかったの、ね、よ、お前。ぶっ飛ばすからな、マジで。次行ってきたら。比較表持ってきたらマジで半分に破る、破るからね。で、アンドロイド側だけ燃やす。比較表の。うるせえっつって。あの、iPhone よりも、あの、アンドロイドが勝ってるっていう、その、部分のスペックが見ると不快だから全部燃やします。 多分ちょっと、あのー、このね、お便りからちょっと話し通れますけど、iPhone つながりで、Apple で言うと、あの、ちなみに俺は、PC に関しては Windows 信者です。あのー、Mac じゃないです。てか Mac の、その、さ、Mac のね、Mac ってちょっと違うんだけどさ、操作性がかなり。Mac はそもそも使ったことがあんまりない。友達が持ってるのをちょっと触らせてもらったくらいなんだけど、あのー、なんで Windows 好きかって言ったら、シンプルに Windows の,のがゲームができるからですね。あのー、 いろいろね、ゲームをやる上ではね、やっぱね、マックより Windows なんよね。マックはやっぱりが動画とか編集とかそっち系このやつはかなりマック優秀だし、Final Cut とかも入ってるしね。まあまあ Windows だったら Adobe とか入れりゃいいんだけど、Adobe Premiere Pro ってすごい高い編集ソフトとかあるんだけど。月額は4000円くらいするんだよ。クソ高いっしょ。さすがに俺はそれやってない、使ってないんだけどさ。まあ。 なんだっけ ?Mac だったらね、Final Cut っていう、だいたいまあ、3万円くらいの編集ソフトとかね、あったりして、すごいね、編集とかには長けてるんだけど。やっぱ、俺使ってる PC 自体、やっぱゲーミング PC だしさ。あのー、ゲームがね、俺のアイデンティティなんで。僕はね、あの、PC に関しては Windows 信者です、割と。でも、Android は知らないよ。Android? 何それ聞いたことない。Android? な、Android って何っていうか。<laughs> てか、こんな話してるけど、うちの母ちゃんアンドロイドなんだよな <laughs>。うちの母ちゃんアンドロイドです。ゴリゴリにアンドロイドユーザー。マジであれは不毛だね。待って、でも他になんか不毛な、なんだっけ、その、議論ありますか何があるかなあ、こういうやつ難しいな。なんか、パッと出てこないよね。こういうのでパッと出てくる人すごいな、と思うんだけど。 ちょっとパッと出してくれよ。なんとかしてくれ。助けて。助けて。ちょっと世の、ちょ、ああれしよう。携帯で世の中の不毛な議論で調べて、それについて、それをぶった切っていくわしよう。世の中の不毛な議論。っていう風に、ちゃ今 iPhone で調べてるんで。あの iPhone ですよ。android じゃもう調べられない、調べられないからね。えー、っと、山里亮太の不毛な議論出てきたもうこれ、もうラジオ番組出てきてるやんけ。 不毛な議論つまらないって書いてあるぞ。やめてやれ。つまらないとか書くの、お前、青い優と結婚したから、お前、山ちゃんに嫉妬してるだけだぞ、気色悪いな、マジで。クソ羨ましいわマジで、山ちゃん。青い優と結婚しやがって。<laughs> いいなあ、あの美人と結婚できて。<laughs> ダメだ、不毛な、<laughs> 不毛な議論調べても、マジで山ちゃんのラジオ番組しか出てこねえ。<laughs> おい 言って言うとあと10分くらいしかねえよ、時間がよ。無毛な議論ね。ああ、あーあの、あれは違う。エーペックスマウサー理論。これ FPS やってると全然わかんないけど、エーペックスマウス使ってるやつと、あのーコ、コントローラー使ってるやつ、どっちが強いの理論ね。<laughs> あれは、わからん。わ <laughs> からん。まあ、正直、俺は個人的には、 あの、コントローラーの方が、エイペックスに関しては強いと思ってるけど、あの、エイムアシストが相当強いから、まぁ、あ、ちょっと、まぁまぁ俺はそんなにやってないから、今、今現状どうなってかあんま知らないけど、遠距離戦に関しては圧倒的に、コントローラーが強いかなって思ってる。俺はね、これエイペックスやってる人何にもわかんないと思うけど、近距離とかはやっぱりね、あれかな、マウスかなと思うんだけど、フリックとかもあるしね。やばい、もう話が終わってしまった。 近距離はマウスが強い。遠距離はコントロールが強い。終わり。全然不毛じゃなかった。もう結論出ちゃってたわ。すいません。結論出てることについて俺が首突っ込んでしまった。申し訳ない。不毛な議論ね。不毛な議論。てか、あの、二個目、最後のさ、一個前のさ、温めるような話がさ、短く終わりすぎたせいでさ、この一番最後のこれをめちゃめちゃ伸ばさなきゃいけなくなってしまった。もう不毛な議論俺出てこないのに。 ふ、じゃあ、不毛な議論と温める話、同時に考えていこう。なんか思いつくかな。世の中の不毛な議論。おい、もうこれさ、配信じゃなくて番組なんだから、こんなことで悩んでさ、時間を、着をこう、取るんじゃないよ。この、む、ものすごく <laughs>、これこそ不毛な時間 <laughs>。めちゃめちゃ不毛な時間が今過ぎてってる。すいませんね、リスナーの方。ちょ、これリスナーって言うの嫌だけど、あのラ、リスナーじゃなくて、俺基本的に視聴者って言うんですけど、あの、とある思想にあの、脳ミスがあ、ね、あの、腐らす、草、あの、 トヤウシトンいでノみそが腐っちゃってるんで、リスナーっていうのすごい嫌いなんですけど、ま、あラジオは別にリスナーでいいだろう。聞くもんだからな、ラ,ラジオは。俺、だから視聴者のことリスナーっていう配信者めちゃめちゃ嫌いだからね。リリ、リ、リ、リスナーみたいな感じで俺いつも、あれだから、荒らしてるから、コメントだ。ちょっとお水を飲ませていただいて。コメント荒らしてるとか言って真に受けないでね。最近こういうの真に受けちゃう人多いから。 コメント荒らしたことないんで、そもそも、さっちょっと前のなんか、配信とかでも話したけど、あの、恥ずかしいんで、俺、あの、コメント、ね、ちょっとだんだんね、やっぱ年齢を重ねてくるとコメントを、もうなんていうか、いっぱいするのって、やっぱりね、ちょっと、いや、なんか、普通になんか応援コメントとかならさ、普通にしていいと思うんだけど、なんか、あるわかるもうバカみたいに喧嘩してるやついるじゃん、あの、コメントで、お、ね、 わかる大喜利対決したりとかさ、なんかいるじゃないですか。あのなんかほら、ツ、もうツイッターのリプとかクソ気持ち悪いじゃん、あれマジで。めっちゃキモくないあ、あれこそ不毛だけど、ツイッターの、ツイッターのあのリプランはキモいですがキモくないですかって議論。キモいです、あれは。キモい。なんやねん、あれ。<laughs> なん、だっけ。いやさ、 優しい世界、野菜生活がアーダこコーダでさ、どんどん続いていくやつね。超貴重、あれ <laughs>。あと、あれもキモいな。あー、てか、まずあの、画像で返信してくるやつななんか、ね、誰かが作ったおもろいんだけどボケてかなんか出てきたなんか、コラ画像みたいなやつ編集して、この画像、あの、あれだけど、もらいますみたいなやつあるじゃん。もう知らねえよ、勝手に保存しときゃったら思うんだよな、あれ。<laughs> <laughs> あんな、まさか言わなくても保存したからって、わかんねえんだから勝手に保存しとけよと思うんだけど。あ,あんなの、ああいうふうなね、これいるみたいななんか画像を保存してた時期がありました、僕にも。あんまり強く言えないです。だから高校生の頃とかしてましたよ。だから俺のこの携帯 iPhone のさ、iCloud のストレージに入ってたから、もう相当昔の携帯も、あの、写真も入ってんだけどさ。 でもその昔のさ、写真に遡ってくとさ、うわ、恥ずかしいみたいなね、画像いっぱい保存しちゃんの。マジで恥ずかしいよ。俺が有名になったら、ここらへんの写真紹介していく枠仕様だ。野獣先輩の写真とか大量に出てくるぞ。<laughs> 恥ずかしいマジで。なあなんか、あ、であった、あれも最近なかったな VS ダークライ。VS ダークライ。なんとかかんとかバーサス、なんとか、なんとか対ダークライ。 まあ、あれもくだらんね。くそつまらん。なんか、もうなんか、やつらさ、ツイッターにいるさ、やつらってさ、定型文で会話してるじゃん。あん、で、あれなね、あれだよ。<laughs> なんか、キモいよ <laughs>。定型文で会話するやつらめっちゃ多いよな、なんか。ほんとに。なんか、そのツイッターの独特のノリみたいなのあるけど。あれはちょっときついっすね。 あとな、あ、なんかな、ツイッター。まあ、でもツイッターなんか、あとなんか一個なんかあったんだけど、ちょっと忘れちゃった。ちょっとごめんなさい、忘れちゃいました。そう俺今日めちゃめちゃ悪口しか言ってないね。キモいよし、キモいよを50回くらい言ってる。<laughs> ちょっと俺のグリーンピースの本目シリーズの方にこれあげなきゃいけないな。 <laughs> グリッポンじゃなかったかもしれません。すいません。ちょっと、ふさわしくない話題を話してしまいました。<laughs> ちょっと、いや、なんでふさわしくない話題を話したかって言っても、最後二つが俺にとってめちゃめちゃ難しい話題だったせいで、ちょっと、あの、身の回りで起きたことじゃなくて、あの、俺が考えなきゃいけないことだったんで、すいません。あの、思い浮かびませんでした。ちょこのメッセージをもらってからね、あの、ほぼ何も考えずに、ラジオを始めてしまった、あの、撮影始めてしまったんで、すいません。あの、下準備が足りませんでした。第三回に向けてね、ちょっと。 さっき引退するとかね、言いましたが、撤回します。第3回に向けて。あの、そこら辺はね、しっかり先にお便りをもらって、あ、こういうこと話そうかなって考えて上でし、あ,、ね、あの、ラジオのね、撮影を始めますので。次回以降はね、え、安心してご覧ください。あの、人の悪口も言いません。言わないかな。言わないと思う。まあ20、20%の確率で言わない。8、8割言います。<laughs> ほぼいいじゃね言うじゃねえかっていうね。今、大事なツッコミで噛んだし、しかも。最悪。 やっぱ引退しよっかな。<laughs> お。あの、こんくらいなのかちょっとなんかさ、尺がわかんないからさ、難しいんだよね。あと、あ3分くらいだね。なんかどうあ無事に喋ろうと思う他になんか喋ることいっぱいあるんだけどさ、俺の部屋が汚すぎる話とかね。どんどん部屋がまだ汚、汚くなったないな、なんか、汚い状態でどんどん物が移動してるだけ。まあ、汚いは汚いんですけどね。めちゃめちゃ汚いは汚いんだけど。 俺だって足元に今ペットボトル20本くらい転がってんだよ。2リットルの。終わってるだろう。舐めんなよ、マジで。俺だってご、ゴミ屋敷じゃないから。俺ゴミに住んでんだから。<laughs> 俺の部屋ごめんな、本当に。掃除しなくてごめんな。俺退去するときはしっかり掃除して出ますんで。こんな汚いって言うけど、俺の家今まで2回しかゴキブリ出たことないからね。てか2回しかって2年で2回って多いのかもしれないけど、なんていうかね。 でも、ね、一回目に出た時はね、めっちゃね、まあ最初出たの。だから引っ越してきたばっかで、元々住んでたやつが出てきたって感じでね、なんかね、トイレにいたら、違うね、二回ともね、めっちゃちっちゃいの、本当に。まあ殺すのもかわいそうなくらいのやつが出てきて、なんか、5ミリくらいしかないのよ。やつがトイレで一匹出てきて、ビッてしたのと、二匹目は、これはね、あの、でかかったらガチでビビってたパターン。ベッドで、 よ、横になって、携帯見てたら、店長からゴキブリの幼虫が降ってきた。もう。降ってきたってことはもう死にかけなのよ。もうカラッカラもうなんか、幼虫でも羽もないんだけど、もうね、しょっしょになった3ミリくらいのゴキブリの幼虫が降ってきました。ゴキブリ苦手な人からしたらね、悲鳴もんかもしれないけど、もうほぼ死んでたんで、もう怖いとかなかったです。恐れるなかれ、人類の力を見ようって感じで、もうティッシュで来るんで捨てました。 今までででも一番ビビったのは胸の上に家の中でよ。家の中でゲームあって、はぁ、疲れたっ、つって思ったら胸の上に10センチのムカデが乗ってた時ね。これはガチでビビった。あれはね、多分ね、部屋の中に入ってきたんじゃなくて覚えてる。俺が多分、外から連れて帰ってきたやつだと思うけど、洗濯物かなんかから。胸の上に10センチのムカデが乗ってた。<laughs> ムカデの鳴き場ってのはあれなんだよな。普通に毒があるじゃん、ムカデって。あれってね、あの、蜂と同じタイプの毒だから、アナフィラキシー起こすんだよね、ムカデの毒って。 あ危ないんだよ、向の男は結構。皆さん気をつけてくださいね。8に刺された時と一緒ですから、2回目噛まれたりすると本当にアナフィラキシー出ちゃうんで気をつけてください。俺の先輩であれだな、あの、蜂、蜜蜂、えー、スズメ蜂、アシナガバチ全種類コンプリート、一匹ずつ全部一回刺されて,てあと2回刺され、どのハチにでも刺されたらアナフィラキシーが発症してしまう可能性がある、もう余命宣告されてる先輩がいた。<laughs> 全部に刺されたらしい <laughs>。もしもう死んでるかもしんねえな、今あったら。電話かけたら。蜂に刺されて死んでしまいましたとか。縁起でもねえな <laughs>。はい。というわけで蜂に刺されて死,死ぬかもしれない先輩の話でね、本日のね、オールナイトグリップの第2回はね。 幕引きということにさせていただきたいと思います。えー、次回のね、第3回の放送というかね、投稿はいつになるかちょっとね、まだ分かってません。週1投稿にするとかとか何も決めたいんで、まだいろいろ決まってはいませんが、えー、またね、次回をお楽しみという感じでよろしくお願いいたします。それでは、オールナイトグリップの第2回はですね、ここまででございます。えー、MC はグリーンピースがお送りいたしました。それではまた次回の放送でお会いたい。もう、最悪最後でかんだ。えー、次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。